富士須飯尾醸造は今から約120年前に私の祖父の祖父が創業しました。私どものお酢作りは3つのステップがあります。まず農家と一緒に米を作って、その後酒屋さんと同じように日本酒を作って、でそれをもう一度発酵させてお酢にするので、すごく珍しいお酢屋だと思ってます。自分たちが作ったお米の特性を理解しながらお酒作りをすることができるので、他の一般的な酒屋さんお酢屋さんに比べてお米のことをすごく理解してますんで、それは結果的にいいお酢作りに役立っていると思ってます。手でする仕事の美味しさだけじゃなくて、美しさっていうのも今はその伝えることも仕事の一つになってきてますんで、これからも続けていきたいと思ってますね。いいものを作るっていうのは、これは商売としてだけじゃなくて、それ自体が文化だとか美しさを持っていると思うので、でそこは働く人たちにとってもすごく大事にしてます。